皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。皆さん1年間、お待ちいただいた方もおられるかもしれません。昨年販売されてね、すごく大人気だった、常夏のココナッツミルク風味ですね。今年も1500袋限定で再販したいと思います。お待たせしました。お待たせいたしました。で、堀ちゃん。はい。こちらの商品なんですけど、はい、通常のね WPC プロテインのスペックとは違って、WPI っていう商品になっております。はい。こちらちょっと WPI の簡単な説明だけねしてもらってよろしいですかね。はい。WPI プロテインの特徴は、一食で摂れるタンパク質の純度を高めて、その分糖質とか脂質を抑えてるような商品になります。うん、なので減量中の方ですとか、あとは糖質を抑えてる分お腹を下してしまう原因になる乳糖っていうのが少ないので、うん、牛乳飲んだりプロテイン飲むとお腹ゴロゴロしてしまうような人でも安心してお飲みいただける商品かなと思います。なるほど。まあ、1食で取れるタンパク質の量で言ったらこれすり切り1杯で、まあ、通常のね WPC でしたら 20g ですけど、このココナッツミルクでしたら、大体ね 24.7、まあ、25g ぐらい1回で取れちゃう、まあ、それぐらいねタンパク質の含有量が違うと思ってもらったらいいと思います、はい、うわ、ちょっとパウダーがやっぱり違いますね、うん、ちょっとしっとりしてますね。もう常夏ですね。そうですね。ここはここはハワイですかって。じゃあ早速飲んでいきましょうかね。こちらもねすり切り1杯入れていきたいと思います。はい、泡立ちもダマもありません。そしてこのシェーカーはさやかシェーカーです。またですか？また使ってるよって怒られますね。あれですね、ちょっとやっぱり色の感じが通常の WPC と若干違うんですかね。そうですね、透き通ってるような感じもあります。それではいただきます。いただきます。あー、ココナッツめちゃくちゃいい匂いしてますね。いただきます。あー、ここはどこですか？新しいですね。ああ、すごい。もうなんか常夏のね島にいるような。いやー、本当に口だけハワイに行ったような感じです。口だけハワイ。いや、でも本当にプロテインで季節を感じられるっていうのってすごいですよね。なんか B レジェンドの魅力だなと思う。一つのそうですよね。はい、で味も、私はココナッツミルクが好きなので。本当にこの味が嬉しくて、毎年楽しみにしてるんですけども、ココナッツミルク好きの方は絶対満足いただけますし、あとココナッツの香りがちょっと苦手だなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そこまでしつこくなくてすっきり飲むことができるんで、ぜひ苦手意識をなくして試してみていただきたいなと思います。なるほど。はい。昨年もね出して結構すぐに売れちゃってるような商品なんで。で今年ねもう1500袋しかない商品になっているんで、まあ、僕は無理にこう買ってくださいとは言いません。買いたい人だけ買ってください。まあ、それぐらい多分すぐに売れちゃうと思いますんで、まあ、好きな方はねぜひお早めにねお買い求めいただければと思います。はい、じゃあちょっと気になるスペックの方を堀ちゃんの方に紹介してもらいたいと思います。はい、常夏のココナッツミルク風味なんですけども、こちらも1食分が 29g でエネルギーが 106.2kcal と、タンパク質が 24.7g、 脂質が 0.3g で、炭水化物が 1.3g、 食塩相当量が 0.04g、 ビタミン C が 45.9mg で、ビタミン B6 が 1.7mg です。発売日の方なんですけれども、6月24日水曜日お昼12時からとなっております。はい、で限定がね1500袋しかありません。多分ね昨年販売してねこう1年間待っていただいたお客さんもたくさんおられると思います。今すぐ B レジェンド公式のねホームページの方にアクセスしていただいてお買い求めいただければと思います。WPI プロテインは、通常の B レジェンドプロテインよりも、1000円ぐらいお値段が高くなってるんですけども、それにはちゃんと理由がありまして、1食で取れるタンパク質の量がまず高い、5g ぐらい高かったですね。と、低脂質で低糖質なので、ダイエット中ですとか減量中の方にはぜひこちら試していただきたいなと思っています。プラス1000円を、払う価値があると私は思ってますので、この機会に WPI プロテインを挑戦していただくのもいいんじゃないかなと思います。昨年も発売されて大人気のココナッツミルク、良かったですね。買おうと思った時になかったら後悔するのはそうですね。残念です。こっそり買っとこうかな。そうですね。デスク下に忍ばしとこうかな。それではね、今日のねこういう動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。